ーナッツの響きってエロいよね。あん、ドーナッツ。さあやっていこっか。ということでね、前回は、まあ、下水道に行ってね、なんか落ちているね、まあちょっとなんか巨乳の女の子を拾おうかなと思ったんだけど、ガラス越しのね、向こうにいるということだったんで、まあ、とりあえずそのガラスをね、ぶち破っていけばいいのにと思いながらもね、何のためにその後ろ掲げてんだよっていう、まあそんなこともありつつも、まあちょっと先に進むことはね、まあなかなか難しい状況でございますんで、まあそんなことをベラベラと喋りながら、まあジャイアンやらね、なんかね、いろいろなやつがね、ぶっ倒れているんだけど、そんなことも気にしないで、とりあえず迷路に迷い込んで、ああ、俺ここに行くの嫌だーつって、また臭くなっちまうだ。大丈夫だよ、もう十分臭いから、もう十分臭いんだから、そのままガイドしちゃえよ。どうせ画面越しに匂いなんか伝わってくることもないって。やっぱりお客様には安心と安全さえお届けすることが、あれちょっと、ああそういうことか。なんで全然行かないんだろうなって思ったらさ、あれだったわ。普通にさ、前回の終わりの方でキラキラーンをあれだよ、使ってたから、それで武器チェーンするの忘れてたって、ただそれだけのことだってね。で、あっちの方にもいろいろ落ちて、いるんだけど、発祥。さーて。で、ここに鍵があるから、鍵しようぜ、拾って。ただの泥棒なんだよな。そうなんだよな。よくよく考えればさ、いろんなさ、生きていかなきゃいかんのですわーっていうさ、心意気っていうかさ、サバイバルの気持ちはわからんでもないけど、ねえ、で、お前さっきいなかったのに、何が起きたんだ、いなかったのに起き上がってくるんだよな。全く最悪の光景だ。何かいたようだが気のせいだ。うん、焦げてしまっては仕方がない。あっちの子いるのかな、ここいる。あ、もうこの時点でいるんだ、向こう側に。ごめん、なんか出番、ソーセージ、ポークいっぱいある。ソーセージとウインナーの違いが未だに分かる。それどっかで聞いたことあんべ。よいしょ、ドン。まああれだよね、やっぱりね、66首目でもやじとかって言ってるけど、やっぱりふにゃちんだからダメなんだよね。先っちょがね、もうブルブルブルしてる。やっぱりね、長さとかじゃないんすよ。長さじゃなくって、硬さと太さとね、あとね、先っちょの、うわー、なんで、怖い、びっくりした。うわー、やめて、もうびっくりしたんべよーって。あれ、ここってさ、いなかったっけ。いないんだね。うん、あれ、ちゃんと沈んだ後にぶちのめしたはずだったのに、なぜかあれなんだな。ほいっと、よいしょ、ドーン、落ちます。多分今くらいの距離だったら焦げてないんじゃない。めっちゃ焦げてるわー。美味しくできましたー。で、こっち行くと、ほい、拾って、こういった組み合わせておいて、で、ちなみに裏になると確か下にいるよね。こいつ焦げてる？めっちゃ焦げてるわん。焦げやったな。完全に焦げ散らかしてんな。ごめん、なんかもうちょっとこう遊びたかったなと思ったんだけど、どう考えても遊べる格好になってないよね。もう、俺、限界でごわすっていう感じになっちゃってる。ごめんね、ほんとに。まあ、次遊びに来た時にさ、しっかりとあれだよ。ちゃんと相手してやっからよ。ね。まあ、でもまだ君あれだよ。なんかあれだね。阿波踊りしてるみたいな状態になってるね。じゃあ、やっぱお顔からだね。ひでえな。本当にひどい状態になってるね。まあ、やばいよ、本当に。じゃあ、こっちを、で、落ちます。ヒューマン。ほう。で、こっち、間違えた。こっちを、テク歩いていくと、そうだな。こいつを全部、やっていく。ちょっと待ってね。OK。こいつを全部、使い尽くして、果たして、奴に勝てるのかみたいなね、そんなところやっていったりしたいよね。はい。奴ってドイツだよっていうね。まあ、それはまあ、やってみてのお楽しみということね。まあ、待ちにしゃい。で、ほんでこいつ、ちょっと待って。あれ？あ、しまった。ごめんなさい。バカした。あいつを回収してなかった。それをねじ込んでも多分無理だね。あっち開けてたらね、いけると思うんだけどね。はい。まあ、こういうちょっとした音ボケなんかっていう、まあ、そういうね、自然体っていうの？まあ、悪く言えばってんね。で、起こってしまった不慮の事故に関しては、ツアーガイドにないね、急遽始まるアドリブなんかもあったりするんですけど、まあ、そんなことは、
許していただけたら幸いでございます。本当にこのコンテナに一体何が詰まってるかと。この下ね、一体ね、何があるんだろうね。まあでも多分そんな下にね、あれだよね。大したものはないかと思うんだけどね。ということで、カチャカチャっと、ほい、カチャカチャ、ちょ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 、カチャカチャっとと、っていう。普通にミスったわ。で、こっちの方をくるっと回って、はい、よいしょ。で、はい。じゃあ、登っていきましょう。この鉄パイプの中を、ウーズが走りまで、うわぁ、すごい、先っちょ長いな。ちょっと思ったけど、意外とすぐそこで詰まってたね。はい。仕方安兵。じゃあ、こっち戻っていきましょう。ということで、降ります。なんか、左上が、テロ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 。自動セーブ。さあ、さっきまであった死体が、今も存在する。これは、うわぁ。あれだね。よし、じゃあ、戻っていきましょう。どれだよ！まあ、そんなね、ツッコミはね、言わざる得ないくらいね、今、すごい中途半端なところで話を止められたから、皆さん、ドギマギしているところかもしれないですけど、ペットフードはドギーマン、おりますということで、こっちの方に進んでいくと、わーい、こっちの方に行って、よいしょー。よいしょー、ほいー。あー、進めないー、ごめんなさい、許してー、よいしょー。だから、ピナチンなんだけど、ダメだって。もっと固くなれよ登っていって、そのセリフを多分本人の前とかで言ったらね、すっげえ殺されそう。すっげえ殺されそうってなんだろう。ここにもあんだね、あれだね。黄色、緑、白、青。青いやつってあれか。ミッションが書かれたりするのかね。まあ、ちゅうことで、拾うべきものを拾うことができたので、一旦、お戻りいたします。どこにだよ。どこにだよ、どこにだよ、こっちに降りて進みましょう。まあ、戻る場所って言ったらもうね、あとは一箇所しかないですからね。はい、ということで、こっちの方に戻っていこうとすると、何も現れ、え？待って、なんか今。ゾンビ出てくる？出てこないっすよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。大負けの大丈夫だよね。なんか今ちょっとあれですよ。白い服を着たお姉さんが立ち上がろうみたいな、なんかそんなあれが見えてきたんですけど、まあまあまあ、そんなことはおそらくないだろうと信じて、はい。ということで、こっち進んでいきましょう。ほい。よし、ピン。あ、ちょっと。ベベン。ベベベベベン。ベベベベベン。ああ。あ、焦げてないんだ。へえ。ちょっと待ってね。あっちの方にさ、ほら、打ち込んだ時に、ドアの方、ドーンと、焦げんじゃねえかよ。じゃあ、あれか、こっちに帰ってきた時に、残念ながら、まあ、被害を受けてしまったという、そういうオチだったってことでございますね。はい、ATM。え、ちょっと待って、ATM だったんだ、このロケランって。お金を下ろさなきゃ。ということで、こっちに参ろうでございますー。で、ここの鍵を開けて、鍵どこ？あったあったあった。カチャコン。で、クッと振り返って。わあ、もうなんかもうたくさん焦げてらっしゃいますね、ほんとに。もう、焼肉パーティーでもやった。焼肉食べたいね、ほんとに。やっぱりね、なかなかね、小さい子供がいる家庭だと、まあ難しいですよ、ぶっちゃけね。っていうのも、まず、焼いているっていうのも、まあもう、全然安全に配慮しているから、まあ、なんだろう。焼肉のプレートを使おうが、なんだっけ、鉄板プレート使おう、なんて言ったらいいんだ、なんとかプレート、忘れた。なんか、あるじゃないですか、お好み焼きとか使えた。ホットプレートだ、ホットプレート。ホットプレート。ホットプレートとかを使って、まあ別に手の届かないところでね、焼きゃいいんだっていう、そんだけの話なんだけど、やっぱりね、焼肉やるってなると、どうしてもちょっと長時間になるじゃないですか。長時間、やっぱ子供にね、子供の食事なんて遊ばずに食べさせたら、やっぱ15分は言い過ぎですね。その倍はかからない。30分くらいで済むっていうところだから、それをね、やっぱ焼肉とかやると1時間以上とかやっぱね、ゆっくりね、焼いたり、ね、なんだり、ラジバンダリっていうのがあるから、かかっちゃうんですよ。そうやったら子供が退屈しちゃってさ、パパとママだっけまだ食べてるのみたいな状態になると、ちょっとかわいそうになっちゃうかなーっていうところがあるんで、まあそんなことも考えるとね、やっぱり。ちなみに、これ戻った時に、あ、違うわ、タイランとパイセンあれだわ。スワットにスワスワされちゃったから、ね、多分、いないはず。もうこれでゴッシンゴッシン歩いとったらどうなっとんねんってなるけどね。ということで、次回個人に行きたいけど、個人には行けないんだな。じゃあピーンということで押していきましょう。さて。じゃあ、アイテムをボッコボッコに預けて、ボッコ
ここに預ける。はい。あ、ボッコボッコ、フルボッコに預けて、で、一旦、区切りがいいところになりますので、あーん、それ預けちゃダメよな。さ、なんか戻ってきた。あれ？え？これじゃ預けられないとか？あー、ちょ、預けられんじゃねえか。なんだ？ただの4次元ポケットだった。で、これはそのまま持ってとこうか。はい。で、ゲンってやって、で、次回に必要なアイテムを、あ、違う、これいらない。で、次回に必要なアイテムは、こいつは一応、まあ、まだ手元に持っておきましょうか。はい。じゃあ、ちなみにこれなんだっけ？シークレットブーツだっけ？じゃ、組み合わせない。あ、ここのままじゃあれか。調べる。あー、やっぱそうだね。シークレットブッツがある場所ですね。はい。じゃあ、ちょっと待ってね。こっちの方に戻っていったとして、特にまあ別に何かが復活とかすっげー散らかってんだけど、もうお菓子の食べ散らかした跡とかすっごいあるもんね。もうどんだけ足跡あったんだっていうところなんですけど、こっちに戻ってきて、で、こういうね、ここのグリーンハーブとか、大型拳銃とかね。この閃光手榴弾とかさ。そこら辺のね、アイテムをまあ拾い忘れているものとかもあったりするんで、まあ一応じゃあ全部拾っていこうかね。という感じで、終わりにしたいというふうに思います。ではね、また次回パートで、ツアーガイド楽しんでいっていただけたら幸いです。ではまた明日お会いいたしましょう。最後までガイドお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。またね、お会いしましょう。バイバイ。